五輪の豊かさを実現する言葉。62、自分のライフワークを見つける。危機物語。私は外部ではなく内面を見つめることで自分のライフワークを見つけます。世の中を見て、私は世の中に何をすることができるだろうかと尋ねることで、自分の人生で何をしたらよいかを考えようとしてはいけません。代わりに自分を見て、自分が愛していることで、私は何をしたいだろうか、私は何に関心を持っているだろうか、何が私をワクワクさせるだろうか、私が自分の人生で取り組んでいる問題は何だろうか、私は何をすることに熱中できるだろうかと尋ねてください。それではこれからアファメーションを行います。体を楽にし、ゆっくりと深呼吸しましょう。静かで穏やかに落ち着いて、いい気分になっています。吸う息に乗せて、この言葉を自分のハイアーセルフのところへ持っていくと想像し、吐く息に乗せて、この言葉が現実化する外の世界へ解放していると想像してください。ではこれから68秒間この言葉に集中しましょう。私は外部ではなく内面を見つめることで自分のライフワークを見つけます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 。